ユニリーバユニリーバラン、A は、オランダとイギリスに本拠を置く世界有数の一般消費財メーカー。食品、洗剤、ヘアケアトイレタリーなどの家庭用品を製造、販売する多国籍企業。戦後から世界進出に積極的であり、現在世界180カ国以上に支店網を要する。イギリスのウィリアム・ヘスケス・リーバー が、ウォリントンで始めた、石鹸会社、リーバブラザーズと、オランダのマーガリン会社、マーガリンユニが、1930年、ユニリーバとして、経営統合した。リーバブラザーズは、1885年に設立された。それから、ドイツ帝国とアメリカ合衆国が、太平洋諸島に植民地を積極的に建設したので、1900年代初頭の、 パーム油不足を招くこととなった。第一次世界大戦の時、ドイツが貿易を制限したので、政府が今日にマーガリン製造を依頼した。今日は快諾したので、オランダ企業家と競争するようになった。彼らを相手に今日の会社はトラスト化していった。西アフリカのパーム油会社、ロンドンのピアーズ石鹸、ウォールズアイスクリーム、ウォールズソーセージ、石鹸会社のボシエム。 ブリティッシュオイルケーキミルズ LTD トゥデイエースを買収した。これに対抗して、オランダ企業家は1927年マーガリンユニへ、結集、ピーナッツバター会社を買収してから急広むした。リーバブラザーズとマーガリンユニは、世界強行に直面して、結局はユニリーバという大同団結を果たし、強行対策委員会を立ち上げて頑張るのだが、溝は埋まらなかった。 慢性的にエーラン各法人の収益割合が1対2であった。そこで1937年、イギリス法人のクーパー、d r ュ・クーパーが、オランダ法人へ、リーバーブラザーズ、U.S. などの海外資産売却の上企業再編を実現した。1939年、国際決済銀行総裁、ヨハンバイエンが、ユニリーバの重役となった。同年4月、 ドイツユニリーバの社長として BIS ライヒスバンク勤務歴のアルカールグレッシングが招かれいる。実際、ユニリーバはドイツに多くの大工場を持ちナチスドイツの経済に対応していた。1941年7月、クーパーは順断尺となった。第二次世界大戦によってユニリーバのエンジニアが不足していることが明らかになり、プロクターギャンブルと終戦後に 合成潜在開発を提携するという応急措置が取られた。ユニリーバはこれをきっかけに化学工業へ進出した。初期の製品は河川の汚染をもたらした1965年までに対策が行われた無害な製品を販売するようになった。ポートサンライトは化学製品と木材、なめし材になる。フォレスタルを参照の研究センターとしてリニューアルされた。 フォルワースハウスでも保存料、歯磨きシャンプーなどの研究が行われた。研究所は欧米とインドの各地にも設置された。そしてバターの代替品という地位からマーガリーンを消化させるべく、オランダのフラールディング研究所は大豆油脂を生成する技術に磨きをかけた。研究を支えるために経営も拡大した。1961年、アイスクリームのグッドユーモアは、 を買収、同年、ドメストもを買収。1969年に、ブルーエリーズ同盟、を、当局の認可も得て合併しかけたが、自社株の価格下落により失敗した。気を取り直して1971年に、リプトンを買収。1978年には、ナショナルスターチ、ナショナルスターチケミカルを買収した。ナショナルスターチは、 トウモロコシやジャガイモを製粉するところからスタートして、海苔などの有機化学製品を売るようになった多国籍企業であった。その後ユニリーバは流通部門、包装、輸送、広告を売り払い、1984年から1989年にかけてブルックボンドを皮切りに80社ほどを次々と買収した。1984年はユニリーバにとって記念的で、 あった。自社洗剤のウィスクが、プロクターギャンブルのチアを世界シェアで上回ったのであった。1986年、クエストインターナショナル、現、ジボダンの子会社、ナールデン、ナードンインターナショナルを買収、同年ポンズも、車子最大規模で買収した。1989年、シェリングプラウのヨーロッパ香水事業と、ファベルジュを買収した。 ベルリンの壁崩壊の翌年、ユニリーバは旧東ドイツでマーガリンを作り始めた。1991年、買収によりポーランドへ進出した。欧州連合発足まで行きない事業を一大科学トラストへ再編する一方、ユニリーバの経営は世界へ拡大し、アジアへ席を切ったように展開された。1996年9月、 英ン料法人を1929年から統括してきた3人の特別委員会が収益性の高い部門からも代表を招いて7人で構成されることになった。そして、キャタピラー重機のイギリス支店を売却するなどのリストラに手をつけた。翌年、ナショナルスターチやクエストを含む科学部門をインペリアルケミカルインダストリーズに80億るで売却した。 この取引は46億ドルの純益となり、その一部はユニリーバの28億ドルに及ぶ社債を召喚した。1998年、プビックをモンサントに売却した。ユニリーバは、同年、自社が保有する各ブランドの収益を分析し、翌年に総収益の9割を稼ぎ出す強力なブランド以外を売却していく方針を明らかにした。エリザベスアデン、ユニパスなどが売られ、 ユニリーバは2004年末までに急速なスリム化を達成した。2004年9月、イギリス法人のトップがピアソン出身のパトリックというフランス人に交代した。翌年春からパトリックはグループ全体の社長としてリーバハウスから指令を出すようにな。2005年7月、ユニリーバはカルバンクラインやベラボンの香水ブランドを フランスのコ地へ売却した。翌年11月には欧州の冷凍食品事業をまとめてプライベートエクイティフンドに売却した。2007年5月オランダ代表を務めていたユニリーバ会長が元アトラスコップコエレクトロラックス社長アブグループ拳銃役のミハイルに交代した。社史で初めてのアウトサイダーである彼は就任から4年以上かけて 欧州を中心とした20億ユーロほどの事業整理を通して2万人をリストラした。整理の対象となった事業には思い出深いウィスクもあった。世界金融危機はユニリーバを中印とロシアへ借り立て、欧米の事業整理を促した。2010年、サラリーから世界のボディケア事業とヨーロッパの潜在事業を買収した。2011年4月、 プロクターやヘンケルとカルテルを結んでいたとして、欧州委員会から1.04億ユーロの制裁金を課された。2013年と2014年に3%の収益源を記録した。2017年2月に、クラフトハインツから、デバレッジ・ド・バイ・アウトを仕掛けられたが、ユニリーバは買収提案を拒否し、クラフトハインツは発表後2日で提案を撤回した。この事件は、 イギリス首相のテリーザメイが精査を命じていた。2018年3月、年内を目途に、1930年以来のに、本社製を放棄し、本社機能を、ロッテダムに一本化、また持ち株会社製に移行することを発表した。日本では、ユニリーバ NV が100%出資している、ユニリーバジャパン株式会社、旧、日本リーバを拠点に、事業展開しており、9割以上が、 化粧品主体というスタンスをとっている。それ以外の国では潜在関連においては基本的に積極的な姿勢をとっている。アメリカ合衆国法人はリーバハウスを拠点として1960年代にエドサリバン賞のスポンサーとなり、リプトン紅茶や当時は化粧乳液配合の化粧石鹸として展開していたラックスなどのコマーシャルを放送していた。 インドネシアでは製品原料であるパームオイルの生産加工工場を稼働させてる。北スマトラ州、四万軍県マンケ系経済特区でパーム屋市資源の用地である。広告も世界展開しており、ユニリーバはサッカーオランダ代表とバレーボールオランダ女子代表のオフィシャルスポンサーである。星印はユニリーバジャパンで取り扱いされているブランド。近年では 選択と集中を推進するなど、ブランドマネジメントに積極的に取り組んでおり、収益を堅調に伸ばしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。